筒井さんもすごくいいスピードでこう出し切ってからも、そうですね、巻き返しのスピードも良かったので、うん、はい、まあ、できればポールショットしたかったですけど、うん、九州の二段勝ちを早めにこう叩き切って、そうですね、もうそこからもう流さず踏んでたんです、はい、まあ、あとは決定うまく、ね、僕がブロックできればよかったんですけど、7番、うん、本当にどれぐらいまで残せるかどうかなっていうのは、そうですね、もう最後3着、1番、ね、外も見えたし、内も来たんで、うん、はい、まあ、非常に今筒井さんは川村さんがまた12レースすごいパワーを発揮してて、そうですね、出来も良さそうだし、はい、まあ、並びというかまた離されてから、そうですね、まあ、基本的には、まあ、僕が後ろになるのかなと思うんですけど、ちょっと昨日のレースだと大阪 の岡崎智也さんだったり、すごい競争して、みんな気持ち入ったレース続いてるなっていうのは、まあ、工事あれだけ頑張ってますから、みんな若い選手も刺激になってるんじゃないかなと思いますけど、まあ、ヒリヒリというわけじゃないですけど、ちょっと体の状態とかもケアは、まあ、そうですね、まあ、精一杯その開催中にコンディションを上げられるように努力します。では、テストでお願いします。